ステファニーズ・キトゥンは、アメリカ合衆国の競争場、繁殖品場。2015年のブリーダーズカップフィリーメアターフなど GI を誤称した。現役時代の主戦騎手は、ジョン・ベラスケス。2歳時に、アルシバヤディーズ・ステークスで GI 初制覇。以後、6歳まで、芝路線で、息の長い活躍を見せる。4歳時には、ジャスト・ア・ゲーム・ステークスを制し、 5歳児と6歳児には、フラワーボールステークスを連覇。ラストランとなった、ブリーダーズカップフィリーメアターフを勝利して、GI 勝利数を5まで伸ばした。ラストランの翌日に行われた、ファシグ・ティプトン・のベンバーセールに上場されたが、295万ドルで、主取りとなる。しかし、直後に、吉田勝美によって280万ドルでオファーされ、売買契約が成立した。 これにより、2016年から、日本の農山ファームで、繁殖生活を送ることになった。2017年2月16日、初子となる父ディープインパクトの品馬が誕生している。母アンフォールド・ザ・ローズは、不失そ馬。ソボベール・アウト・ベッキーは、ベージー1・デルマー・オークスのカチューマでその範囲モートの、子に、ベージー1・キングス・ビショップ・ステークス・カチューマで、タネボバのモアザン・レディー。 ありがとうございます。